僕は朝の9時30分ね回ったところですが、今週も元気に嘘のような本当のはねお届けしたいと思います、えー。東京からゲストのドクタースイソボトルの北条正平さんおはようございます、はい。おはようございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 はいというわけでね、皆さん、選手はいかがでしたでしょうかね、今週もわざわざこのね、えー、FM 技能はなんか改装リフォーム予定なんですよね、ね、はい、えー、ということで、えー、多分この次回は、じゃあの、来月あたりは違う場所で、えー、録音になったりと思うんですけども、路上ライブ的なね<う>、えー、感じでいくかもわかんないですけどもね <laughs>、はい、今週もね、素晴らしいゲストの方がわざわざですね、えー、飛行機に乗ってきていただいております、えー、田中水光さん。 ね、おはようございますあおはようございますよろしくお願いいたしますはい、えー、私パーソナリティードイイトがお届けしてまいりますけれどももう田中水光さんといえばというのもなんなんですがあのーはい、のっからちなみにどちらから あの<と>東京のあの世田谷区に明大前っていう駅があるんですけどもあ私松原住んでましたあそうですか、はい、あのそちらから来ましたそうですかそうですかあそこ便利ですけど変わらないですかそうですねあんまり変わってないんじゃないですか僕住んで八年ぐらいになるんですけど<ー>大きくは変わってるイメージはないですねああなるほどねもう渋谷はわけわかんなくなってるっていう噂なんですけどそうですね <laughs> あの下北下北すらだって下北も全然なんか変わっちゃって,って変わっちゃいましたね <laughs> 感じがしますので、ねすすね、明大前もどうかなと思って ああたんんでですすが、田中水光さんは、はい、あの、あれですかちなみにえっ、ー、と、あまりちょっとお体のお具合がが良くなかかっったた時期があったりとかそうですね、うん、今のまあ、そのサイマティクスヒーリングっていうのをやってるんですけども、はい、それをちょうど始めた時に原因不明の痛みがこう、出た時があったんですね。はい、で大学病院に行って検査してもらって MRI とかあの、取ったんですけどもまあ,あの、結局その時先生に言われたのが脳が痛みを こう誤認してるみたいな感じで言われて、うん、でも当の本人はものすごいこう体が痛くってもう何とかしてこの痛みを取りたいなと思ってた時があったんですよね具体的にはどの部分が、はい、どんなふうにそうですね首、はい、あと脇の下背中がものすごく痛くってもう日中油汗ずっと書いてたような感じだったんですよおいくつぐらいの時それがですね41ぐらいの時だったと思いますへ もう全然ね一般的にはお若いご年齢で、えー、原因がご自身でもなんかなんですかあの、はい、フットボールやってしまったとかそういうのじゃなかったんですたんで,すか、はいまあ、でも今になって振り返ってみるともうその仕事でのストレスがたまっていて、うん、まあそういうことになったのかなっていうのはなんとなくはこう感じてはいるんですけど、えー、もうその当時そのストレスをストレスと思えないその体になってた さすがなければどんなお仕事してるとその時はあのまだシステムエンジニアをやってたんですけども大変そうそうなんですよあストレスですかはいかそ,でその痛みがあなんか変だなって感じられてからどれぐらいの期間そうですねでもその痛みが出てからちょうどそのサイマティクスヒーリングをやろう で初めてであの間もなくのタイミングだったので、はい、ちょうどそれを毎日毎日こう音を何時間もこう当ててたんですよね自分に。それで、まあ、その2ヶ月間3ヶ月間ぐらい経った時にあの気づいたらこう痛みが消えてたっていう徐々に消えてったっていうかそこの治ったその過程が自分でも今思い出してもこう思い出せないぐらいんなんか痛くなくなってるみたいな感じだったんですよ。 なるほどですね。まああの大変なねお仕事のご経験を得てまあそういった状態になって、はい、今回そのまあ北条さんとのてかまあ特田水素ボトルとの出会いとかその辺はどんないつ頃どんな風に北条さんとお会いしたのが私がねお邪魔したもうもう四年以上前ですよね。で,ね、うん、であの今電話で繋がっている有賀さんと。 田中さんに私もあの体をね、うん、よくしてもらうっていうか、まあ、いろんな意味でこう説明難しいんですけどねこの波動っていうんですけどね体の心持ちっていうか、うん、うボルテージっていうんですかね、うん、エネルギッシュになれるみたいなそういうのをサイマー,ヒーアナティクスヒーリングっていうのはできるので。 その辺の話を今日はね、うん、あの有賀さんと田中さんにしていただこうかなと思って今日は来ていただいてます、はい、ああなるほど、はいわゆるこう、まあうん、運気っていうなんか運勢だけじゃなくてバイオリズムというかそうですね、うん、人がこう放ってるそのエネルギー感を整えるようなイメージを持っていただけるといいかもしれないですねはい本来自分がどういうふうな自分になりたかったかっていうそこに気づかしてくれるそういう気づかせやすくできるものだと僕はなんか何人もこう 見てきてそう思いますね。その。田中さんも、えー、今、お電話が。東京ですか。は川は今東京にいます。<あ>その、命題前に。ああ、そうなんですね。はい。有賀様。 はじめまして、パーソナリティの土井と申します。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。いつもですね、あの、高円寺あたりで飲んだくれてた、あの、北条さんの仲間なんですけども、あの、ありがとの様のご孔名はうまくいった、常々伺っておりまして、今日ちょっとあの、短い時間ではございますけれども、サイマティックスヒーリング。 はい、はい、についてちょっとね、えー、田中さんも含めてお伺いしたいんですが<あ>もうリスナーの方に分かりやすくご、はい、説明いただくと改めて<あ>、うん、はい分かりました、えー、人の心も体も、えー、体を覆われてるエネルギーも全て周波数を持っているっていうところが原点でして、はい、その周波数を音と振動で 調整していくというヒーリングになります<ー>このラジオもそうですけれども、はいえー、タンネルを合わせるチューニングをしたときにはっきりとした声が聞こえてきますよねはいえ、えー、この、えー、はっきりした周波数を、えー、体の部位に当てることで正しい周波数に戻っていくっていうヒーリングになります はあのー、私、本当に素人で恐縮なんですがいわゆる、まあ、ベッドといいますかそういった、はい、あの施術をそのするときに何かこの人の体にこれはイギリスで研究された音と振動で、はいえー、各細胞のです、ね、周波数を。えー 測定して,、えー、てう研究されてこの、えー、胃の部分は胃の周波数を持っていて目は目の周波数を持っていて、はい、その不調が起きるっていうのはこの周波数のブレから起きてるっていうふうに考えられてるんですね。<ー>でそれで正しい音を当てることで、えー、ここを調整して、えー、正しい周波数に戻すっていうのが、えー、原理です。 ちなみに、あのーはい、正しいその本来の、えー、正しい周波数に戻ると、はいえー、一般的な、えーはい、人というのはどうなっていくんでしょうああなるほどわ、あのー、かりやすく言えば、はい、胃が痛いっていう胃の痛みは、はい、この胃の周波数がぶれてこの痛みが起きてるっていう考え方で、はい、胃の正しい周波数に戻せばその痛みが消える といいうになってああということは私ちょっとミスマッチな考え方をしてたんですが心のフィーリングということもあると思うんですが体の部分には体の波数を持っていましてここで注目されたのが心の部分で要は自信がないとかどうしても悲しくなるとか。 そういったメンタルの部分も周波数で解明されていますので、えーえー、要は元気がない時とか、勇気が出ない時とか、この勇気っていう周波数が正しく、えー、調整されることによって、勇気が湧いたり、集中、はい、力が高まったり、自信が出たりっていうことで、えー、多くの方のうつ病とかも 要は緩和されてきてるっていうのがこの現状です。はあ、私あの気が小さくて女性にモテないんですけど、あのあそういったところもいはい。はい、モテるという収穫もあるんですよ。モテるという収穫がある。はい。はあ、なるほど。はいはい ちょっと私ばっかりのねそうそうあれになってきちゃうといけないんですけどもあの、はい、ちょっとフォローアップというか、はい、田中さんの方から、はいはい、ありましたらぜひまあもう今有賀があの話した通りで、はい、本当にもう人にはそういったあの特定の周波数っていうのが気持ちも含めてあるのでそれをぶれてしまってる状態からあの 正しい状態に調和させて戻していくっていうことがあの本当本当の自分に戻れるっていうところになってくるので、その状態になると人っていうのはどんどん輝きを増してくるんですよね。<laughs> すごいですよ。<laughs> すごいですか？包蔵 <laughs> さん、ドクタースイストの包蔵さん。<laughs> はい。すごいです、すごいです。はい。あのね僕はもうまあ月1回ぐらいお邪魔してるんですけどね。はい。整えていただいて、いろんな意味でね。<laughs> そう、人との関わりとかも変わってきますからね。 そのと整うっていうのはあの空気の抜けたタイヤにね、まあ、空気入れるわけじゃないので、まあ、よりより自分らしさが出てくるって言ったらいいんですかねそうですねであと自分のやっぱり引きつけようとするこうなんていうんですかねあれがパワーが強くなるんで、うん、そういう意味ではねあのいいお仕事ができますよ出会いも含めてねあ,あ、うん、それはお仕事的にももてだすし、まあ、そうですね <laughs> ああでも なかなか取れないです。<laughs> なかなか取れないです。1か月はあの見ていただかないあそれで私がこのはるか沖縄から東京に来るときは、前もったスケジュールをというので、はい、ぜひ、ねえー、あと有賀様に、えー、正代様でよろしいですか。これあの予、予約というとあの、ちなみになんですけど、お電話、ね、ネットで。あ今はあのホーームページの方に、うん あのアクセスしていただけると、あの公式の LINE を設けてるんですよ、はい、であのそこからああ LINE の問い合わせをいただけるような形で、あの予約を今、取ってる状態なんですねちなみにあの検索エンジン、何という言葉でえっと、カタカナでアークシー<あ>と入れていただけると、あのきっとトップに出てくるんではないかと思いますので、なるほど、なるほど、分かりました、じゃあね、えー、ちょっとまたより詳しいお話の前に、一旦 CM 入りましょうね。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号033527221 はい、えー、時刻はね9時、えー、もう特にねに30分待ってましたね、はいその,のような本当の輪ということでね、ね今週日曜日も皆さん、お元気にお過ごしでしょうか、ねまあ、元気といえば、ね、いつもね水素バトルのお話なんかもさせていただいてるんですけど今回、私も衝撃ですね、うぞーんというようなサイマーティクスヒーリングということで、なんかこう、木、ね、ゲストの田中さん、お迎えしてるんですけども、木というのともまた違うんでしょうかね、周波数。 なんか似たような感じはしますね、うんうん、その人からこあふれ出てるなんていのエネルギー感っていうんですかね、はい、そこがこう変わっていくような気がしてますね、僕はこういろいろこう皆さんを見ていて。あの自分の、まあ、ここにもね出ていた糸数さんからも言われるんですけどあの北条さんに、ね、会,う会いますとねその沖縄の方でいや北条さんって淡々としてるよね。 要そのその中に何て言うんでしょうこの周波数があるんですか、はいはい、はあなかなかえでも人間だって電気信号で動いてますからねそもそも。<う>ってことで考えればねおあの音とか波長とかすごく重要な要素になるわけですよ。であのいろんな研究であの各臓器の波長を研 調べ上げて例えばあのロケットにあの宇宙飛行士が乗って宇宙に飛んだ時にあのお医者さん連れていくわけにいかないから、うん、結局そういうものであの電気的な信号によって調整をしようなんていう機会だってあるぐらいですからはあ、はあ、だから音であの自分の体を整えていこうなんてもう、ま、至極真っ当だと僕は思うんですよね音を何か聞くんですか あの,そ,のそうですね。あの、マウスみたいな形のものをこう、体に当てであっていくんですよね。おー。はいおうおう。ちなみに、あの、先ほどね、えー、おっしゃってた、はい、あの、田中水光さん、その、すごく、まあ、SE をされてて、痛み、辛さが増してっていうような時に、ひょっとして出会ったんですかそうです。あの、この仕事を始めようとした時は、その、ダブルワークでやってましたので。あ,あ、はい。はい はあ、それで実際、ご自身がこのサイマティクスヒーリングに入られたというか、はい、それでもう体質変わっっちゃったんですか体質というかその時のその痛みは取れたので、うん、まあきっとでもその時にやっていたのはこのサイマティクスヒーリングぐらいしかなかったんですよね。はあ、なので いろんなところに行ったんですよ。もう怪しそうな感じのこう霊能力者みたいなところだったりとか、<laughs> それでもやっぱりこう治らなかったので <laughs> <ー>、はい。もう、まあ、でも本当に藁もつかむ、ね、状態だったわけですよね。はい、えー、それはそもそもこうお調べになったんですか？い違いますね。たまたまそのシステムエンジニアの仕事で、まあ名台前に引っ越すことになって。うんうん そこでたまたまと出会ったんんですよなんかか看板かなんかであのスポーツジムにちょっと行って運動しようと思ってっ、はいはい、たまたま出たプログラムで一緒になって、はい、でなんかこう引っ越したばっかりで友達いない状態だったので、はいまあ、また来るよねみたいな感じで声かけてくれたんですよね、はい、それがなんかこうあ「知り合いできるかも」っていう、はい、そっからのお出会いだったんですよまさに運命的です、ね、いやほんとそうなんですよね、うん へーじゃあそういった方ね数多くそのなぜだかこの痛みっていうような心も含めてっていう方々をじゃあそれこそヒーリングしてらっしゃるとそうですねまあ <laughs> いいですねすごく行ってみたいんですけどものすごくたくさんの方に行っていただいてもらってますうちの代理店さんなんかもね、はい、たくさん行ってくださってます本当にな何,何が変わって <laughs> さっきも聞きましたけど <laughs> あ,あの命の傾向性みたいなものがこうよりプラスの方にこう働いてくるって言ったらいいのかなポジティブに自分のこう人生に向かって元気に走り出すみたいなそんな感じですよね<ー>だからいい縁があっていい道具があったとしてもさっきあの何て言うかな えー、いいものがあったとしてもやっぱりそれをポジティブにつかんだりとか広げていったりとか、まあ、収入生活も含めていい方向にこう広げていくのはやっぱり自分自身ですからねそこを一番大事なところをこう,うん,なんていうかなあの刺激を与えてくださるというかそういう感じですねいっぺんそういうふうにやってもらうと施術してもらうとふわっとこうものすごい疲れが取れてものすごいふわっといい感じになる。 感じかなイメージで言うと。<笑><笑><は>やってみないとわかんないんですけどね。あ,あの<や>有我先生が補助君君のこれからの人生を語る、えー、そういういわけじゃない <laughs> じゃなくそのさっきおっしゃったマウスみたいなやつをこういろんなところに当てて<ー>でいろんな音ですごい数ですよね,すね音の種類が六百音ぐらいあるんですよ、約。 その音をこうカウンセリングさせていただいてお話を聞いた時にたい、まあ、こう当てる音をイメージするんですけど実際に体に音を当ててみてその反響みたいなのを僕たちは感じるのでそこでその当てる音をどんどん変えてったりしてるんですねだから同じ人に同じ音を毎回当てるってことはなくって人間ってやっぱりこう体調とかによって気分にもあっても 全然変わるじゃないですか、はい、だからその同じ音を全部同じ音を当てるってことはないんですよね。あということはその実際その、まあ、目玉に行きましてごあの行きました一応そのどんな自分になりたいかとか過去とか未来とかをかカウンセリングというかお話をまずはそうですね、うん、はいうん、うん、心だったりとか例えば体の痛みがこうでああでっていうのをお聞きいただけてはい それからじゃあっていうのでそうですはあ、なるほどこれめちゃくちゃ興味深いですね,ですね一般的なことなんですか前コンさんこれあの事務所がね前岡島市やったどこ行ったじゃないですかそうですねそう先生そうですそうですね,ねあのまあなんていうか、まあ、私を通じてだと思うんですけどねあのいろんなものを感じ取ってもらっていやもっといいあの事務所あるよって っていうようなことも教えていただいたりとかっていうこともありましたしまあ、その施術サイマティクスのこととはまたちょっと、うん、あの範囲がさらに広がってくることかもしれませんけどねうんまあいろんなことに出会わせていただいたっていう感じですねいやーいいなー,あー 東京米大は最初の結婚の時、うん、僕そうだったんですよ。米大<ー> <laughs> そんなこといかみたいな感じですけども、それ以降こう波乱のこうねあのぐねぐねの、うん、人生だったりもしては、えー、いるんですけども、でもお体が良くなってということはあれですね。あの田中さんもうお心も清潔感でいっぱい。あ、そうですね。もう今ストレスフリーですね。<laughs> へ<ー>はい。え、それはいつもその有賀先生のあの。 そばにいらっしゃるからあそれも大きいと思いますね有賀先生すいません、はい、お待たせしますちょっとあの、はい、後半くくりに今番組的にも入っておるんですけれども、はい、あのもうこれえっ、ー、と生放送と同じようにねあの主再収録をしないんですけれどもあの、はい、有賀先生がやっぱりそもそもこういった形でねあの人様にこの喜んで安心していただきたいっていうきっかけは何でいらしたんですか、はいはい えー、私も若い時に胎病を患いまして、はあ、あのそこからあの人生復活したんですけれども、はい、もうこんなもう本当に苦しい思いをしたのでこういう思いを他の方にさせたくないという気持ちが強くあったのであの細胞学いいうものを勉強していたんですね、はい、そもそも人間がどうして病気になるのかとか。 どうして心が病んでいくのかとかそうしたときに細胞学に出会って、まあ、細胞を治せば、えー、人は復活できるっていうふうに感じていたときにこのイギリス発祥のサイメティクスっていうものを知ったんですね。はい、で、えー、この何、えー、ていうんですかこういう両方があればいろんな方を救えるなっていうので、まあ、東京でなんか初めてじ私が あっもういきなりでしたけど、あのー、伺ってよかったです、あのー、<laughs> やはりこうねあのこちらにいらしていただける田中さんにしましてもご自身で何かね、はい、やっぱり辛いことや痛みがあったりしたことがきっかけっていうとその、ね、ご相談に来られる方のお気持ちになって差し上げることができますもんね。いいですねう やっぱりりかますねじゃあ先生はもうそれから運練なられるんでしょうか数えきれない方々をここにいる北条政宏さんに勇気を気力をはいおかげさまで延べ多分1万人ぐらいになるのかなはい1万人ぐらい延べですけどもようやく取れないんですかちょっと規模が大きすぎてはい うわーすごいです大体ちなみにそういったあのカ,ウンカウンセリングというかそのお客様のお話を聞いて施術をしてというのは、はい、これは大体で結構なんですけど、はい、時間とご予算的にはどんなあ大体60分コースで1万1000円プラス消費税を頂い,いてます。 そんなもんなんですねって言って実礼ですけど逆に僕ごめんなさいものすごく高,高価なあれかと思いましてね。お子様学生さんは半額でやらせていただいてます。うんあ そうなんですね、はい、私、うと性格的には子供のままなんですけど結構まあ今年60年北さんとして60になるもんですから <laughs> 意外とこの世紀の料金になると思うんですけど <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs>、まあ、でも、あのー、本当に、ねえっと、心もやっぱり私も何度か病んだことがありますし体、はい、も本当にずこずこの時にあの補、ー、助さん、久しぶりに飲もうかなんてあったのきっかけであのー、ね水素ボトルとのご縁も頂戴できたんですけどあのー、ぜひですねこれからもね、はい、もう番組終盤ということでいろいろとお話ししてます。 今ほど聞いてあったんですがあの、はい、またちょっとご相談なんですけど来週大丈夫ですか出ていただいてもはいあ本当ですか、ね、はいありがとうございますここ沖縄へ行きたいところですが <laughs>、えー、お忙しすぎてで、ね、施、はい、術セット持ってこなきゃいけなくなるのでドクタースホテルのようにはいかないなとはなんとなくお見受けするんですけどもね <laughs> ええー、ぜひ私もちょっとあの、東京に行きましたときには、早々あの、北条、はい、さんを通してお世話になりたいなっていう気持ちでいっぱいでございます。はい。はい、とういうわけで一旦ありがとうございます。うますええー、本日ね、ゲストに、ええー、田中水子さんとね、有川さよさん、アークシーを皆さん検索してくださいね。はい。それでは皆さんで行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。